この週末、花園ラグビー場で開催されたマスターズ花園。かつて花園を目指した40歳以上の元高校ラガーマンたちがあの頃に戻って再び楕円球を追いかけました。そんな中、この聖地に立つことを夢見た元ラガーマンがいます。大阪府立四条縄手高校ラグビー部 OB の吉田和樹さん。この四条縄手高校で始めましたね。はい、僕らの年代はスクールウォーズで一斉に入った年代なんで、それで一斉に始めた人が多いです。高校時代にラグビーの虜になった吉田さんは大学でもラグビーを続けます。しかし4年生の時、練習中に脊髄を損傷、両手両足が機能しなくなり、車椅子生活を余儀なくされました。やってなかったらよかったって思うとか聞かれますけど、いや思わないですね。ラグビー愛は変わらず、裏方としてチームを支える吉田さんの姿を見てチームメイトが立ち上がりました。本人の、クラウンドに立ちたいという思いももちろんあってのことなんですけど、全員で演じを組んで部下を斉唱するということで、誰一人欠けることなくですね、85人の演じを組むっていうのは、一つの目標ですね。はい、実は川上さんは脳神経外科の医師です。知り合いの理学療法士らとともに、どうすれば吉田さんを安全に立った姿勢で円陣を組めるのかを検証し、何度もトレーニングを重ねてきました。はい、じゃあクラウチ、バインドで、セットで立ちます。セットで前に出て、全体練習では本番で吉田さんの両脇を支えるメンバーに方法を伝授します。もしろ LCC の音楽膜がしんどくなる。むしろ楽むしろ立っといてもらって、僕が逆の立場やったらそこまでできるかなっていうのをいつも思うんですけど、力になってくれますね。それで、いざ花園へ臨みます。すごいな、いやーすごいな、すごい、いやこんなのあるからな、すごいな。かつて慣れ親しんだ白のジャージー、37年ぶりに袖を通します。背番号は自分で選びました。 OK、 24番目の選手っていう意味があって、選手のつもりでちょっと花園を楽しもうかなと。そしていよいよこの時がやってきました。行こうか、よし、せーの、幸せように、ゆっくり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 、入ります。市場なんて高等学校ラグビー部、ルカ須野が香る花火屋の高き理想に憧れて、集う源氏は数あれど、一騎中天のラグビー班、まなじり決して立つ時は、栄冠常に我にあり、栄冠常に我にあり。ありがとう。お疲れ様です。行けましたよ、出し切れました。もうまだ行けでしょ。憧れの聖地で仲間たちと共にかけがえのない時間を過ごしました。うまくいってよかったです。一生懸命歌ってましたね。はい、ただ楽しめました。はい、一人はみんなのために、みんなは一人のために、仲間たちとの絆はこれからも続きます。